はい、よろしくお願いします。今回は数三の三角関数の同関数丸一をお送りします。で、前回までに合成関数やったんですが、ここから三角関数に変わります。で、まずはポイントを含めて全部で9問問題がありますので、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにあるように三角関数なので、サイン、コサイン、タンジェントが出てきます。で、ここの解き方に関しては、まずポイントの中のサインを微分したら何なのか、コサインは何で、タンジェントは何なのかっていうのを覚えてもらいます。で、こいつらを覚えた上で、前回までの合成関数の知識を入れつつ、そこをミックスしながら問題を解いていくっていう形です。で、まずね、ここから行きましょう。で、サインを微分すると、もうシンプルにね、コサイン X に変わります。じゃあコサイン X をっていうとサインになるんですが、こっちは符号が変わってマイナスサイン X に変わります。ここちょっと混ざらないように気をつけてください。で、タンジェントに関しては分数です。コサイン事乗 X 分の1と、になりますので、まずこの3つを絶対に押さえるっていうところから始めてください。で、実際の問題ね、やっていくんですが、まあ、さっきね、合成関数の話もしたんですけど、きっちりやるなら置き換えます。合成関数と同じように。ただ時間がもったいないので、最初はね、置き換えても構わないんですけど、慣れてきたら頭の中で処理するように練習してみてください。で、例えばこれですね、 sin x っていう、ここに今数字とかがくっついてない形になれば、すぐ cos x で終わるんですよ。ただ今回 2x の2がくっついちゃってるんで、ここの部分、つまり 2x をちょっと置き換えましょう。ラージ a にしましょうか。で、置き換えてみます。そうすると、これ、サイン A に変わりますよね。で、それがサインチャートホニャララって、サイン X みたいな形に変わったので、こいつだったら微分ができるわけですよ。普通に。で、微分すると、じゃあコサインになりますよね。だから、コサイン A なわけです。で、前回もやったように、置き換えた後に、なんだっけ、dydx とかを合わさなきゃいけないから、こいつ、置き換えたこの子を微分したものをかける必要が出てきます。だから、2x を微分したもの、ごめんね。つまり、2をかけなきゃいけないと。で、A の部分、ここはこのままだと罰を食らってしまうので、A のとこに 2x を戻してあげる。だから、答えとしては、2cos2x となって、これで正解となります。ただ、さっきも言ったように、置き換えるのを毎回やっちゃうとめんどくさいので、自分がね、いつもやってるやり方は、失礼、これ y ダッシュ、どっからだ。こっからか。y ダッシュだね。で、これですね、いきなりもう置き換えをせずに y ダッシュといきます。で、今、大事なのは、どこを置いてるのかが大事で、ここを、a とかって置いてるわけですよ。だから、コサイン A になってる。じゃあ、コサイン A を微分したら何かなって考えると、マイナスサイン A なわけですよ。で、A っていうのは、3x プラス2のことだから、そのまま書けばいいじゃんって。つまり、コサインがマイナスサインに変わっただけです。ただ、置き換えたものを、微分したものを最後に書けなきゃいけない。で、3x プラス2を書け、微分すると3になるから、じゃあ、こいつに3を書けましょうと、こうやってね。でもそれが分かってればさ、先につけちゃって構わないんですけど、ちょっとまあ一応2行になっちゃったけど、マイナス3、サイン、カッコ、3x、プラス2。となって、これで終了となります。で、3番で、そう、これ6番だ。6番がちょっとね、あとこっちと違くって、置くものが変わります。で、これは、タンジェント事乗 x なんですよ。で、x のところが 3x とか、2x みたいになってないんで、そこを置かなくていい。じゃあ、何を置くのかっていうと、これ書き直すと、タンジェント x の事乗なんですよね。タンジェント x の事乗。で、このタンジェント x の部分を、a って置いてください。
まあ、A を使うんだったらね。そうすると、Y イコール A の2乗になるじゃないですか。で、ほにゃららの2乗っていうのは、普通はいつも通り X の2乗って微分すれば 2X だから。だから同じようにやると、Y' イコール2ラージ A になるわけですよ。で、ラージ A って何かってタンジェント X なので、今、こうなります。ただ2が出てきただけです。でも、タンジェント X をラージ A と置き換えて考えているので、A を、つまりタンジェント X を微分したものを最後にかけなきゃいけない。じゃあ、タンジェント X を微分すると、まあ上にやりましたね。こうなってるので、これにコサイン事乗 X 分の1をかける。で、あとはまとめればいいから、コサイン事乗 X 分の2タンジェント X と。これで終了となります。で、7番いきましょう。次は X、まあ、X コサイン X ですね。で、これはここに、まあ、掛け算があって、まあ、ちょっと前にやった積の微分法になります。ほにゃららかけるほにゃららになってるからね。カッコはついてないですけど。だから、あの時と同じルールでいきます。まず、まあ、どっちがね、先でも構わないんですが、こっちを微分して、こっちそのまんまでいきましょう。で、X 微分すると1、こっちそのまんまだから、まずはコサイン X が出てきます。で、足すことの、こっちそのまんまで、こっち微分したもの。X そのまんまで、コサイン X 微分すると、マイナス 3X。と、こうなります。で、あとはまとめるだけなので、コサイン X、マイナス X、サイン X と、なって、これで OK となります。で、次ですね。次は、まあ、こちらに置き換え使わなかったですけど、これはまあ、サインの中身がね、まあ、こんな感じでごちゃごちゃしてるので、ここを、まあ、置き換えると思ってやっていきましょう。そうすると、Y' イコール、サインホニャララですよね。サインを微分すると、コサインに変わるから、まずは、コサイン。このちょっと先読みしてやろうか、じゃあ。一行で終わらせましょう。コサイン、そのまま、X2 乗プラス3と。まあ、サインをコサインに変えただけですね。で、ここを微分したもの、つまり 2X、それをかければいいから、じゃあ前に 2X つけて、2X コサイン、カッコ X2 乗プラス3と、一行で終了。っていう感じ。まあ、もちろんね、途中書いても構わないですからね。できたら時間短縮してってほしいなっていうのが個人的な願いです。で、ラスト、コサイン X 分の1です。で、これはやっぱりここですね。X 分の1。これを置き換えます。ただ、置き換えたらまずコサインから始まってるので、マイナスサイン、X 分の1、コサインがマイナスサインに変わりました。微分してね。で、あとは、X 分の1、置き換えたものを微分したものを書きます。で、X 分の1ね、暗記してもらっても構わないんですが、もともとこれ、X マイナス1乗です。これを微分すると、マイナス1が前に出てきて、で、次数が1個下がるから、X のマイナス2乗です。X のマイナス2乗っていうのは、X 2乗分の1ということなので、微分するとこうなります。で、それを、ここにね、かければいいから、こうなる。で、あとはまとめてもらうと、プラスに変わるよね。X 2乗分の1、サイン X 分の1と、なって、これで、入ってる。OK。終了となります。で、次回、丸2の方では、ちょっとね、もうちょっと難しかったり、ややこしい問題出そうと思ってるんですが、ひとまず今回は導入なので、サイン、コサイン、タンジェントを微分したものをまず覚えてください。そっから、こういう風に、まあ、合成関数の知識だったり、まあ、積の微分法の知識もありましたけど、こういった形で、微分してから置いたものを微分したものをかけるっていうリズムでね、ぜひ解いてみてください。では、今回はね、三角関数の導関数、丸1をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。